と今お昼の1時ぐらいなんですけど、まあ、岸和田城の近くまで来てます。ちょっとね、錦の浜海水浴場までね、ちょっとぐらーっと行こうかなと思って、自転車こいでます。ちょっとね、めっちゃ暑いです。はい、これ自転車だと階段があって迂回しないとなんか行けないみたい。いや、参ったな。まあ、もうちょっとなんだけどな。音がいっぱいあって、これはなんか錦の浜公園らしいです。隣にね、海水浴場があるみたいなんで、ちょっと行ってみましょう。が見えてきたんですけども、なんかさっきからね、カメラがちょっと高温になったらすぐ落ちるんでね、みんなテントとか開けてバーベキューやってやっぱり歩きにくいですよ、砂浜。もうめっちゃハマります。お、水がすぐそこまであれですね。昔ね、一遍結婚してる時に来たんですけども、ね、別に思い出の海いうことないんですけども、好きでもなかった人なんで。潮干狩りをね、ここでね、一回ね、まあその時したんですよ。ちょっとね、もうスマホがもう高温になってもすぐ落ちるんでね、ちょっと撮影ならないですね。もうそろそろ帰ろうかな。向こうの方でなんかマリンスポーツやってますね。いますかね、向こうの会場の方でボート乗ってね、やってますね。まあ、こういう海見たらね、久しぶりに海水浴で海に入る。